うど、まあ、全日本も前半戦終わって夏1ヶ月2ヶ月弱空くからこのタイミングでちょっと、チームの渦潮レーシングの、主催ですし、はい、このタイミングでしか出れないです。はい、まあ、じゃあこの一戦だけなの？そうですね、この一戦だけ。2年前にも1回だけとさせてもらったので、この一戦だけです。はい、どんな感じでしょう、今日は練習して。いや、難しいですよね、久しぶりなので。2年ぶり乗って、まあでも4回今日走行して、ちょっとずつちょっとずつタイムを上げていって、速い人についてタイムを上げていって、まあでも、まあまあじゃないですかね。はい、楽しいです。見た感じ、ダートは圧倒的に速いですけど、ダートの方がトラクションします。ダートの方が体動くし、安心しますね。はい、慣れてるので。アスファルトはどうなんですか？いやー、怖いですよ。普段バイクの免許を持ってないから、普段公道に乗ることもないし、どこまで倒していいのか、どこまで開けてグリップするのかっていうのが全然分からへんから、まあ、ちょっとずつちょっとずつ無理していく感じで、いきなり行ったらこけちゃう、まあ、ちょっとずつ感覚掴んできてるところです。はい、8月11日に、宇都下市でハッピーライドデイっていう、名前のスクールメインがスクールですかね、のイベントします。はい、内容はスクールだけ？いや、一応今のところ、まあ、スクールメインで、まあ、ちょっと最後になんかちょっとみんなで催し物的なものができたらなと思ってるんですけど、今調整してるところですね。はい、まあ、講師陣も豪華な人が来てくれるし、まあ、関西でなかなかそういうスクールとかってのはないから、まあなかなかね、ファクトリーライダーが主催してするっていうことが難しいでしょうし、関西でないっていうことで、まあ、ちょっとこのタイミングで僕がやってみようかなと思いまして、はい、初めてなんですけどね、自分で主催するのは。はい、メインホストは北井さんなんですか？一応、はい、僕主催でさせてもらいます。いや、もう僕一人じゃできないんで、TMMR の玉森さんに本当にもうだいぶ助けていただいてて、一応僕は主催ですけど、全部ヘルプは玉森さんで進めていってます。はい、8月11日のスクールにぜひ来てください。まだ秋はあるかな。一応上限が、スクール生徒さんの上限があるので、はい、まだ上限には保ってしていないので、ぜひ来てください。お待ちしております。全日本なんですけど、はい、秋からまた再開するわけです。そうですね、まあ開幕がまあまあ良くて、その後ちょっとすぐぎっくり腰やっちゃってから、ちょっと腰の調子悪くて、なかなか乗り越えもできなくて、なんかこうちょっと波に乗りそびれたかなというところがあって、前半戦はもう消化不良で終わっちゃったので、まあ、ここ次まで後半戦始まるまで2ヶ月弱空くんで、一生懸命トレーニングと乗り込みして、まあ、地元名阪ですし、明けがちょっと、はい、とりあえずもう表彰台に登れたいですね。何でもいいからいけると思います。
疲れ様でした。昨日、今日と久しぶりにモタズムさせていただいたんですが、本当に楽しかったです。ただですね、やっぱりターンバックですか、アスファルトの上普段走らないので異常に怖くてね、周りの人がすごい鬼のように速く見えて怖かったです。また、次参加させていただくときはターンバックもっと練習したいなと思います。また本業のモトクロス全日本の方も頑張っていきますので、また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。